そのパート3以降ってことですかうんそうですかそうまあやっぱりその123で一つ完結するようになっていてあの1と2は、まあ、あのそのレイトンとルークが、えーそのまあ、ある町をというかそういう困った人たちを救うお話なんですけどもそのパート3はどっちかといえばというかまあ パート3はもちろんそういう人を助けるっていう行為はするんですけどレイトン自身の,そのお話というかレイトンがなぜあの帽子を脱がないのかとかそういうレイトンの中にこう1と2でこう入ってきたいろんな不思議な部分というか謎が3で解明されるということになっています。すななので、あの1とととをやってるる3はすごく楽しめる内容かなと思います。 はい、海外あの僕はまあここでこうはっきりと断言するとあ,のあれかもしれないですけど海外でもリリースすることになるていうかあの見られる公開することになると思います、はい、はそうですねそれはちょっとまだわからないですけど日本は12月19日公開になってます WE が似合いますかね うんそうですねまあやっぱりあのレートンの場合はどこでもやれるっていうのがすごく大事なことかなと思っていてあのまあそういう意味でなんかこうレートンは DS が一番だし謎を解くためにペンが必要なのでペンのインターフェースとかはすごく大事なそのレートンの要素だなとは思ってるんですけど、まあ、w i もちろん w i のそのレートンっていうのは その面白くなると思いますあの絵もきれいにあの映画レベルで作られた映像をそのまま出せるしそういう意味では w i i のレートンは面白いとは思うんですけど、まあ、今はまずそのレートンの DS 版のシリーズを作ってるっていうところですかねだから将来的にはというか近い将来はありえると思いますけど レベルファイブヒノです。ヨーロッパの皆さんこんにちは。えー、今回レイトン教授が非常にヨーロッパで人気ということでスタッフ一同大変喜んでいます。えー、まあヨーロッパの世界観をレベルファイブのスタッフでそのレイトンチームで、えー、すごく魅力的なものに作ったつもりなんですけども、それがあの受け入れられたということで、えー、本当に良かったなと思います。 レトン教授はですね、今日本ではパートワン、パートツー、パートスリーと発売されて、今パートフォーが発売直前ということになっています。今ヨーロッパでは悪魔の箱が発売ということで、これからスリー、フォーと発売していくことになると思うんですけれども、非常に携帯ゲーム機としては対策というか。 普通はあのここまでやらないっていうことをたくさんやってるリッチなタイトルになってますので是非楽しんでいただきたいと思います。悪魔の箱まずはですね非常に大作に仕上がりましたので皆さんどうぞ遊んでください。よろししくお願いします